けられない。俺たちのエリアに土足で踏み入る奴らに負けるわけにはいかねえ。そろそろ行くか。あっさり抜かれた。なんだあのエボ4。タケスさんの R32 が抜かれました。エボ4は一気に突き放す作戦のようです。え、なんだって。あのラネボ野郎、一体何考えてんだ。走り込んでる地元の車を相手に絶対不利な先行ポジションを取るなんて余裕か。それともよっぽどのバカか。勝負はこれからだ。兄貴、いるか。なんだ、ケースか。ランエボチームが妙義山に乗り込んだらしい。今情報が入った。ナイトキッズ中里とのマッチですか。多分な。どうなると思う兄貴。俺は今回に限っては中里が勝つことを祈るぜ。あのランエボの下品なウィングは見てるだけでムカつくんだ。中里の長所は思い切りの良さと勢いでアクセルを踏み込んでいく豪快なドライビングにある。ツボにはまると速いがプレッシャーに弱く切れやすい。この間のお前とのバトルで負けたショックが尾を引いていなければいいが。こんなはずはねえ。だがまだまだチャンスはあるぜ。俺が止めずに誰があいつらを止められる。約束通りステッカーをもらおうか。俺のエボ4のウィングが半分に切り裂いた群馬エリアのステッカーで埋め尽くされるのももうじきだ。てめえら舞い上がってんじゃねえぞ。まだまだ群馬には早い奴はいっぱいいるんだ。負けた奴が何を言っても虚しいもんだな。誠治、引き上げるぞ。おう。ああ、お前ら全員これからはエンペラーのステッカーを見たら無条件で道を開けるんだぞ。タケシ、ヒルクライムでお前の3人より速いなんて信じられねえよ。ナイトキッズがやられた。例のランエボチームに。え？マジっすか？朝からどこに行ってもその噂で持ちきりなんだよ。中里の R32 が壁に刺さって相当のダメージだって。うわ、悲惨。ナイトキッズこの頃ボロボロ。なんか気の毒になってくるな。ランエボ軍団は1ヶ月で群馬エリア全域を総なめにするって言ってるらしいんだ。あいつら絶対アキナにも来るぞ。え？どうすんですか？もし攻めてきたら。どうするもこうするもやるしかねえだろ。俺たちだってアキナでチーム張ってるからには挑戦されたら逃げるつもりはない。念のため S13 のタイヤクイズ工に付け替えといた。チームのメンバーにも連絡入れといたんだ。ありがとうございました。タグミ、ひょっとすると奴らお前を名指しで下りを挑んでくるかもしれないけど、別に鹿としてでもいいぞ。タグミの不敗神話は俺たちの誇りなんだ。それをランエボ相手に壊してほしくない。
お前は正式にスピードスターズのメンバーというわけじゃないしな。俺も匠には勝ち続けてほしいな。ランエボじゃシャレになんないよ。 WRC のラリーカーとバトルするようなもんだ。軽量コンパクトなボディをターボと四駆で完全武装して弱点らしい弱点はない。峠に持ってくるのは反則な車だよ。俺逃げるのは逃げるの嫌ですよ。俺もバトルしたいです、あいつらと。はぁ、タクミ、お前ますます走りやらしくなってきたぜ。やっぱり俺の友達だよ。いいぞいいぞ、タクミなら勝つに決まってるぜ。ランエボなんかぶっちぎりだ。大丈夫かな。現時点では勝てる確率は 0% だ。86のパワーアップ？なんだ、ユイチ、ヤブカラ棒に。お前だってそれなりに考えてるんだろ？匠もあれだけの腕になっちまうとな。次のレベルアップっていうか、86の戦闘力をアップさせてもいい頃じゃないかと思ってな。ん？いや、何も俺はお前に指図しようなんて思っちゃいないよ。ただ、お前の計画が知りたいんだ。そりゃあまあ、今のエンジンもだいぶ使い込んでるし、そろそろオーバーホールの時期なんだよな。ああ。実はな。あ？もうあるんだよ。え？それは本当か？ああ、思っても見なかったところから、すごい奴が転がり込んできた。すごい奴？よし、見せてやるから、助手席に乗れ。痺れるぜ。お、すげえな、おい、こう来るかよ。どうだ、痺れたろ。痺れるなんてもんじゃない、ぶっ飛んだよ。よくこんなもんが手に入ったな。これが86に乗ると思うとゾクゾクするな。俺もだ。久々に血が騒ぐよ。匠にはもったいないぐらいの代物だろ。で、いつ乗せ替えるんだ。さてね、エンジン変えてそれで終わりってわけじゃないからな。あちこち補給をして足回りもいじることになるだろう。足さえ決まりゃ、こりゃすごい車になるぜ。俺が自分でテストしてベストなセッティングを出す。そん時は頼むぞ、マサシ。いいけどさ、しつこいからな、ブンタは。絶対妥協しねえからな。昔を思い出すな。だがな、匠があの車でやり残したことがまだ一つあるんだ。え？なんだいそりゃ。まあな。もったいぶらないで教えてくれよ。教えてやってもいいけど、絶対匠には喋らないって約束するか。言わねってそんなこと。じゃあ教えるよ。その条件ってのは、負けることだ。どういうことだよ。匠はせっかくここまで誰にも負けないで来てるのに。そこが気に食わないんだよ。勝ち続けているうちはパワーを上げることの本当のありがたみがわからない。今の戦闘力でマシンをとことんギリギリまで追い込んで、最後の一滴まで絞り尽くして、それでも勝てない悔しさを感じて初めてわかることがある。あいつが負けるまで86をいじるわけにはいかないんだ。イニシャル D。 この調子だとサイドパネルはすぐにスペースがなくなるな。
ゲームだと思えばそこそこ楽しめるんだけどな。そろそろ手応えのあるやつとやりてえもんだぜ。次の標的はどこだ、京一。明日の夜一番に、秋名に乗り込むぞ。あ？秋名の八六か。つまんねえよ。俺がやってもいいぞ、誠治。え？京一さんが？なんで、わざわざ。わかんねえよ。最終的な標的は、赤木レッドサンズ。高橋涼介だ。だがその前に、秋名の八六を仕留める。昨日下見をしてきたが、勾配が結構きついコースだしな。軽いエボ3の方が楽だろう。冗談だろ。俺にやらせてくれよ、京一。どんなコースだろうと、この俺が負けるわけがねえだろ。俺のエボ4で勝てない車があるとしたら、それはたった一台だけ。京一、お前のエボ3だけさ。たかが86相手に、エンペラーのエースが出ることはないぜ。俺がやる。お？なんだこれは。茂木夏樹がベンツの紳士と援助交際していることを知ってますか？帰ろうぜ。ああ。ん？なんだそれ？ん？いや、別に。なあ、たくみ。ん？俺がちょっと前に買った車の雑誌に、エボ4の特集が載ってんのがあんだけどさ、読んどいた方がいいぞ。ランエボとバトルになるかもしんねえだろ？いいよ、俺。なんで？絶対参考になると思うけどな。そういうの読んでも知識をどうやって役に立てればいいのか俺わかんないよ。ええ？どうすれば八六を早く走らせられるか、俺の考えることはそれだけ。どんな車の相手でも同じだよ。お前さ、もうちょっとエンジンにパワーがあればとか考えたことはないのか？ないな。うわ、マジかよ。俺なんかパワー欲しくてしょうがねえのによ。エンジンにパワーか。全然わかんねえや。たくみ！どうしたんですか？池谷先輩。アヒナに来るぞ、あいつらが。今夜だ。出たぞ、ランエボ軍団だ。ゲーバトルが見られるぞ。あっ！来たぞ来たぞ来たぞ！ランエボ軍団だ！あの戦闘の白いエボ4がきっと妙義山で中里とやったやつだぞ。噂によると、あいつめちゃくちゃ速いって言うぜ。うわっ！やっぱり！こないだ秋名湖で会ったやつだ！スピードスターズだな。俺がエンペラーチーム、リーダーの須藤だ。事前に連絡がいってると思うが、こっちの要求は一つ。秋名の86と
下りでやりたい。それだけだ。そっちの要求はどんなことでも飲む。何人とでも、どんな条件のバトルでも、全部受ける。その代わり、そっちが一つでも勝てなかった場合は、チームのステッカーをもらう。いいな。ステッカー？ステッカーなんかどうするんでしょう？さあ。別に構わねえよな。よし、わかった。そうと決まれば、すぐにバトルに入らせてもらうぜ。俺たちには時間がないからな。一本目からいきなりメインイベントの下りだ。86を出してくれ。そっちは誰が走るんだ？俺だ。車はエボ4だ。池谷、向こうは何人とでもやるって言ってるけど、どうする気だ、匠のバトルの次は。匠が負けたら、次は俺がやる。匠が負けるような相手なら、俺が勝てるわけはないけど、何もしないで、引き下がるわけにはいかねえからな。なら、その後、俺もやるよ。うん。いつも匠にばっかり負担かけすぎてるからな。俺たちだって、やるときはやるってとこ見せようぜ。ああ。頼んだぞ、トップバッター。おしげ、うおー、出たぞ、藤原得点、86対エボフォーだ。頑張れよ、群馬のダウンヒルヒーロー。気を抜くな、政治。シミュレーション3で行け。何？本気か、教師。86相手にシミュレーション3？そうだ。俺にはわかる。電気みたいなもんが走った。この86はできる。マイツバじゃねえ。凌介を任すだけの何かを持ってるんだ。それが何かわかるまでは気が抜けねえ。俺がカウントをやる。いや、カウントはいらない。あ、俺はタイムトライアルじゃなくてバトルだからな。エンジンのパワーの低い方が好きなタイミングでスタートを切るんだ。もう一台はそれに合わせてダッシュする。当然出遅れるが、それが馬力のハンデってことになる。俺たちはこれをハンディキャップ方式って呼んでいるが、それでどうだ。匠がいいならそれでいいぜ。こいつとは確か、アキナ湖のそばで一度会ってる。こんな若いガキが、アキナの86のドライバーとは、考えてもみなかったぜ。敵地でのバトルで勝つために、京一が作った作戦パターンは三つある。相手が最も手強い時にだけ使うのが、シミュレーション3だ。なぜ86相手にシミュレーション3なんだ？俺にはわかんねえ。見せてやる、エボ4の凄さじゃなく俺の凄さをな。